私は人に益をもたらすもの。強敵です。頑張ろう。やっ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 、えい、戦利回避、やっと、これを、やっ
魔導法。竜よ、俺は流血を求めてここへたどり着いた。しかし、お前と争うつもりはない。なぜ話を聞こうとしないのだ。私はかつて東国の洞窟に密かに暮らしていた。ある日、人間の子が私のもとへ現れた。その者は戦から逃れた一人の剣士であった。刀によって受けたであろう傷は深く、間もなくその命は切れようとしていた。愚かな。いずれにせよ、我々には関係のない人の世のこと。己の過ちを悔いながらそこで耐えるがよい。人の声を、その命を救ってやる代わりに竜神皇を復活させると約束することはできるか。我々竜の一族は、かつて東国の人が信仰の対象とした存在。しかし、その信仰はいつしか消え去り、竜は鱗を剥ぎ取るための狩猟対象となっていた。私は、私の行いにより竜への信仰心を再び取り戻そうと思ったのだ。よかろう。貴様には我が真の像の一片をくれてやろう。その誓いを忘れずに生きるのだ。それが全ての間違いであった。人の子は戦国という名のものであった。戦国は竜の奇跡を人の世に再び広めるといい、山を降りていった。それから数年の時が流れた。人の群れが山に攻めてきた。あの者が自らの体験を話したのが原因だ。竜の血を得れば不老不死となれるという噂が広まったのだ。もうその山に住むことはできそうになかった。
戦によって傷を負った私は山を捨てることにした。そして道中、ある亡きならを見つけた。それは、あの時に助けた人の子の亡きならであった。彼はどういうわけか山頂に背を向けて倒れていた。それはまるで人の信仰から山を守っているかのようにも見えた。私は全てあの時に助けた人の子のせいであると思い込み、呪ったことをとても後悔した。そして私はその人の子にもう一遍、つまり最後の心臓を与えたのだ。だがそれは決して善意から来る行動ではない。私は怖かっただけなのだ。正しく生きた竜だけが死後、竜の国へと行くことができると言われている。きっとここで彼を救うことで、私は正しき竜として終わることができる。そう思ったのだ。しかし私は今ここにいる。竜の国へたどり着くことはできなかった。俺はお前から血を奪おうなどとは思わんよ。あ、その本を開いたら。よろしいのですか。長く生きると他人と関わることがとても重荷であることに気がつく。でも俺にだって嫌いじゃない奴はいる。俺がお前を導いてやる。構わんさ。どうせいずれは開くつもりだった。そうか、ここはそういうことだったのか。竜よ、お前は竜の国に旅立つ予定だった。しかしこの空間によってその魂は囚われてしまったようだ。今からこの書の力で空間をこじ開ける。そこからあるべき世界へ旅立つといい。さあ、行くがいい。正解の書はこの世の過去、そして未来も記されるという。私が救ったあの人間があの場で生き絶えていたのはなぜか。彼はお前の信じた通りのものであった。最後まで自分の命の恩人のことを案じていた。そうか、これで安心していけるというもの。礼を言おう。そしてさらばだ。竜の伝説は再び語り継がれるであろう。彼がついに正解の書を開いたぞ。ついに知識は我々のものになるぞ。さあさあ、今すぐ続きを読んで聞かせてくれ。そうそう、君が消え去る前に。続きは読めんよ。なぜだね。もう私は視力を失っている。なんだって。それにこの書は、まあいい。俺は間もなくこの世界から消滅する。しかしこれは
俺自身が終わるわけではない。いずれ君たちもこの答えにたどり着くはずだ。なぜならこれこそが魂本来の。我々の書が